インドフォーファイヤー一層引きを引いた。反応できない。さあいよいよ始まります。この一戦、好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。個性あるチーム同士のぶつかり合い、ここスターズダウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。さあ大歓声の中、両チーム選手の入場です。登場の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。シュート、これは一体どんな軌道まで動くのか。ああ、シュートを打ち返しに行った。このシュートを体で止めるつもりだ。これはブロック失敗だ。あ、これは通る。任せた。あっと、このパスが通ります。神渡しのような動き、巧みにひょいとかわしてます。パス、これは通るか。このタックルは不発に終わります。それドライネットでパス、いい形でボールを奪った。2球でかわした。まずいな。両者激しく激突。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。ここでチームを決めた。ボールを蹴り出した。おたやすく取れた。ダイレクトでパス、シェスター君素早く払います。シュナイダー君、ボールダッシュ成功。ものともせず突き進む。シュナイダー君、怒りの発信だ。ものともせず突き進む。ドリブルでボールを運ぶ。ものともせず突き進む。ボールを打たせ叩き口を繰り上げた。これは威力を増したファイヤーショットか。大橋君、このシュートを正面から受け止める。ここは勝負をかけた。リアルでかわした。切り返してまずい。ドリブル、リフティングでかわした。まずい。ここから長い距離のパスを狙う。あと、このパスが通ります。ドリブルと見せかけてパス。奪い返した。シュナイダー君、素早く横にかわす。ファイヤー一層引きを引いた。反応できない。決めて当然だ。まだこれからだ。ここは勝負を避けた。みんな行くよ。どうだ、これはチーム全体がまずい。キャプテンの手足のように動いている。どうだ、一撃だ。マガス君、これを取っていく。この手だ。シュートだ。ボールに力を込め、あらわしが飛び出した。これは反応しているぞ。ドイ、この位置からのライアー君、パスを味方に送る。これはエグザミドリシュートだ。キーパー反応できない。ここで同点に決めた。追いついたぞ。鋭いスライディング。これは格闘技ばりの荒技だ。力こそ正義が具現化したようなスーパーバリックシュート。こいつは前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。ダイレクトでパス、シェスター君、素早くつなぎます。神渡しのような動き。来い。ろに下がった反動を利用していっちゃうんだ。そして豪快なボレーシュートだ。おっ、たやすく止めた。マガツダイレクトでパスだ。これにタックルに決めた。これが妖精のプレーだ。ナイスペース。主役は俺のものだ。ボールを浮かせ天高く舞い上がった。まさに妖精。そして渾身の力をシュート。ああ、弾きます。ロビンソン君、これをトラップ。大きくパス、ロングパスだ。キャプテン、ロングボールを送る。サイヤ君、ここはパスにこぼれた。これはやばい。見事にかわしていく。眼光鋭くメイク。よくここで鋭く反応。強い。これが三浦君だ。真中君、ワンタッチで送る。これに妖精のプレーだった。これが妖精のプレーだ。ハイネ君、軽やかなセーフシュートだ。いち早く反応。ボールを止めに行った。体を張ってボールを止めた。もらったそれはそれだ。これは意表をつくドリブルなんだと。モラスは裏をかいた。これは意表をつくドリブル。これは最大限の力を。ネオドライブシュートだ。キーパー反応できない。鮮やかにゴールを決めました。やった。よし、この調子でいくよ。マーナス君、ここは勝負をかけた。シュナイダー君、いい感じ。いい感じ。これはハイファイヤー。一撃。これはただのファイヤーショットではないぞ。マックス君、このボールに立ちはだかる。ボールの勢いを止められない。三浦君、渾身のパスを味方に送る。主役は俺のものだ。いけー。ヘブンにシュートだ。相手のシュートに合わせ、さらにシュート。このシュートが決めた。見事なゴール。決めてやったぞ。今季は要注目です。ピッチの主役は俺のものだ。これはカミ取りシュートだ。おっと、これはコースが悪かった。ドイツ、ゴールキックで仕切り直します。俺たちの力を見せる時だ。キャプテンにボールを託して勝負の一撃を狙うか。まずい。シュナイダー君、これはキャノンシュートか。いや、さらに動きを出した。究極の砲弾が放たれた。若島君の懸命のセービング。止めたぞ。大きくパス。さあ、前半はかなり接入。そうですね、いい流れで前半を終えたいところ。シュナイダー君、力をためて強烈なシュート。あっと、これはまさにしなやかな攻防。狙いすました一撃を放った。体ごとボールにぶつかっていく。ボールのコーナーから蹴ります。さあ、ゴール前。マックス、クロスに合わせていく。ボールがタッチを割りました。ドイツ、この位置からのスローイン。体ごとぶつかっていった。ここをすり抜けた。さあ、ゴールが切れる。これは回転アクセルシュートだ。シュートだ。横振りが鋭く反応。おお、早く止めた。ハンドキックでオン。ホームチームリードして前半を折り。さあ、ボールをここで見事な切り返しで抜いた。切り返してきました。ボールを浮かせた。そしてここで全ての力を込めて強烈なシュートだ。なんと相手のシュートに合わせさらにシュート。ロングソップ、このシュートを正面から受け止める。ロングボールを送る。ドリブルと見せかけてパス。マーナス君、ここは勝負をかけた。シュナイダー、怒りの発信、ナイスプレーだ。シュート炸裂だ。それ、このボールに飛びつく。ゴール隅に突き刺す。火の玉、世界一のストライカーは俺だ。この俺が負けるものか。ドリブルと見せかけてパス。ここは何を探す。ここはパスに切り替えた。もらったよ。それこそドリブル切り返す。なんだこれは。キャノンシュートか。いや、さらに威力を増した究極の砲弾が放たれた。取れた。まさに鋼鉄の巨人。素早くつなぎます。ハイデ君、ワンタップで送る。ここで止めた。相手の裏をかいた。ナイスプレー。これは最大限の力を。ネオドライブシュートだ。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いも止められない。これは見事にキャッチ。マガトゥ君、素早くつなぎます。ここはパスにかけた。カルワトスの動き止めるんだ。アルフォン、ドリブルは見送る。角にちょいとかわした。やめろ。ボールを奪うことができず、まずい。ゴール前に上げた。この世界のものにできるか。三浦君、これはキャッチできない。ここからセンタリング。このセンタリングをものにできるか。空中でぶつかり合う。ボールが蹴りました。あっ、片手で。すごいパワーだ。シュナイダー君、ここはパックスが出た。ボールの狙いも届かない。シュナイダー君、物を合わせて突き放す。ナイスプレー。シュナイダー君、これはキャノンシュートか。いや、さらに威力を増した究極の砲弾が放たれた。キーパー止められない。このゴール、世界一のストライカーは俺だ。よし、すぐに勝ち越そう。ここはスパイクを避けた。一気に行くよ。これは野心の戦い。まずキャプテンのチームのように動いている。出た。ラストの先頭。なんだ、パスを回す。俺は意表をつくドリブルをさせてた。ラシングの先行。ナイスね。あと、ここで一人に来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。キーパー一歩も動けず。逆転。ここで必ず勝利を手にするんだ。よし、嘘。まだ負けたわけじゃない。逆転しようぜ。ほら、それはよくもらった。切れ味鋭いシュートを放った。カミソリシュートだ。体ごとボールにぶつかっていく。ブロックを突き破りゴールへと止めた。素早くつなぎます。カルツ君、ここはパスに切れた。素早く横に飛ぶ。これは一騎打ちだ。両者譲らずボールは回る。空中での激突だ。たやすく止めた。ダイレクトでパス。マーナス君、ここはパスに切り替えた。シュナイダー君、物ともせず突き解け。ナイスだ。ドイツ、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。ハイデ君、なんとアクロバットな動きでオーバーサイドに行った。あ、市原さんのボールを止めに行った。ボールの勢いも止められない。ハンドキック、どこまで運べるか。三浦君、ゴールを守った。ハンドキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。これが美人のボールだ。あっと、なんだと。あっと、うまい。ナイスプレー。ハイネク正確無視なシュートでゴールを狙う。キーパー反応できない。まるで機械のように正確なドレステンの妖精とは俺のことさ。はっ、盲点はやらん。完全にひょいとかわした顔私のような動き。止めろ。まさにフィールドの貴公子。はあ、2枚空中でドレスシュート。強い。これが三浦君だ。素早く開く右へパスを送る。これは抜かせません。リスニングカウンター。はい、これは全身のバネを用いたすさまじい貫通力のキーだ。もらったこのシュートを体で止めるつもりだ。これはブロック失敗だ。ほら、それが振り切った。連続突破で見せます。ワンタップ成功。パスを待つ。返してかわす。反抗すると狙い撃った。三浦横に飛んだ。おお、たやすく止めた。もうスリーだ。鋭いスライディング。今がチャンスだよ。これはチーム全体がまるでキャプテンの手足のように。止めろ。ボールを浮かせた。そしてここで全ての力を込めて強烈なシューティングだ。一歩も動けず。見事なゴール。よし、狙い通りだ。諦めるんじゃねえ。もらったジャンプ。やらないだ。敵陣を切り裂く。豪快にシュート。ここからシュートに持っていく。これは見事にキャッチ。大きくパス、ロングボールを送る。ロングパスだ。おっと、この辺だ。ハイネ君、これが妖精のプレーだ。ボールを奪うことができません。タックルが立ち上がる。相手の裏を取った。これは意表をつく取り。相手の裏をかいた。猛獣のごとく強豪パンサーシュート。中空君、これをブロックに行く。ブロックを突き破りゴールへと止めた。あ、これは通るか。三浦君、ロングだった。体がぶつかっていった。見えた。リフティングでかわす。ゴールという栄光を捉えるか。三浦君、ゴール正面でこのシュート。三浦君、